皆様ごきげんよう。今日なんですけど、6月の新ツムですね。を弾いてないので弾いていきたいなと思います。3体ですね。はい、まだ1回も弾いておりません。ということでね、3体全部出るまで弾いていきます。よし、まず1体。まあ、早くプレミアムボックスを完売させたいですね。よし。違った。持ってるやつだった。ヘラクレス。確率って、ああ、一体違うのか。よし、出たー。あと1体。あと 6.46 の方ですね。ミニだけか。出ないね。出ないね。デイジー 6% ってそんな出ないの？早く出てくれ。ラプンツェル。今25回引いたのか。はい、出ましたー。26回引きましたね。ということで、使ってみた。こっからは使ってみたいになります。どこにいる？まず、クラリス。クラリスからいきますか。ワンプレイずつね。やっていきますか。使ってみたね。全然やってなくてね、やる意味ないかなと思ってやってないんですけど、まあ今日やります。あと今日からイベント始まったのかな。なんでそれもちょっと今日、今月はちょっとライブ配信とかも多めにやりたいなと思ってるんで、やばい、下手すぎる。スキルたまらないやん。
痛すぎますね。よし。まあ、強いのか弱いのかは全然わからないです。正直。まあ僕が下手すぎるんでね。これ54使わない方が多分いいっすね。はい、まあ54使わない方がいいっすね。ことで2体目いきますか。2体目はデイジー。上から下にスワイプでツムを消すよ。どういうことや。あんま使ったことないぞ。まあ適当に使ってみますか。なんかスワイプ系のツムとかあんま使ったことないんで。これでいいのか。よくわからん。このツム。スキル溜まりやすいっすね。2000コイン行きたいな。
2000行きましたね。ということで、もう一体ですね。レイチは、まんま強いんじゃないかな。3回つなぐと画面中央のツムを消すよ。どういうこと？もうとりあえず使いますか。よくわかんないし。アホなんでよくわかりません。よく分かってないっすね。今の見た感じよく分かってないっす。適当にやったんで。とりあえず3回なぞればいいのか。ボーナスってなんざ？終わった。よくわかりません、このツムは。はい。まあ多分イベント以外で使わないと思います。っていう感じでね、まあ3体ね、使ってみました。まあイベントで多分使うようになるんでね。まあなんとなく、多分、スキルとかも理解できてくると思います。っていう感じで、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。さよなら。